こんばんは、ティン。ダーウィンの役は金太です。今回は近代柔道の創始した教育者、加納治五郎さんご存知でしょうか。今回は柔道創設物語です。やはりオリンピックにとって大事なのは柔道です。柔術を学んだそうです。はい、東大大学中には。まあ、英語教師ももちろんしてますからね。講道館を1882年に設立したそうです。これで近代柔道を開始したそうです。現在の筑波大学の校長を務めたそうで、学校教育ももちろんそうです。体育とか教育感覚は。東京オリンピック IOC の委員になったのが1909年東洋初の方でございます。東京オリンピックの招致に成功したが、第二次世界大戦激化により返上した。無事、1回目、2回目の東京オリンピックをやりました。2回目は延期になりましたけども、無事やりましたね。中止を協議した上ですけどもね、はい。日本体育協会の設立。あとはまあ、力を尽くしてまあ、柔道の父、日本の体育の父と呼ばれたそうです。いやー、柔道はすごいもんです。いやー、羽野高校女子柔道絶好調です。以上です。バイバイ。